仕方ない。世界は残酷なんだから。
今なら胴体部分にも攻撃が届くぞ。攻撃してくるわ、避けて。こいつさえ仕留めれば壁は壊されねえ。今度こそ駆逐してやる。よし、今が攻撃のチャンス。超大型巨人が手をついたぞ。状態を支えきれなくなったようだ。背中へ駆け上がって、うなじを削ぐよ。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が。汚ねえぞ。エレン、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。残らせ。